入れ、もたもたするな。離せって。今ならまだ間に合う。お前ら、自分たちがこの国に何をしようとしているのか分かっているのか。だから人違いなんだって。ここから出してくれよ。隊長、確かにリストより1名増えています。構わん、漏れがあったらかえって面倒だ。奴らの内通者は一人たりとも見逃せん。隊長、王女の演説が始まりました。よし、こっちも準備完了だ。計画通りに行くぞ。お前、俺についてこい。人混みに紛れたら思い切りやるぞ。後の者はここを片付けてから合流しろ。おっと、着替えを忘れるなよ。味方にやられたらシャレにならんぞ。お前ら、イリアを裏切ったな。ろくな死に方せんぞ。あれ、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったかい。何をしている、奴を始末するぞ。あんたたち、覚悟はできてんだろうね。ぼーっとしてんじゃないよ。あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。
かかってきな。まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かった。あたしはラビア。あんたは？そうかい。覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉子、さっさとずらかろう。早くしな。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白いやつでさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。こっちだ。次は私の番。了解。ちどうも。そこだ。次は私の番。了解。ちどうも。死ね。この程度かよ。絶
次は私の番。了解。これはみんなの役に立つよ、絶対。このままじゃいけ、ファカール、気持ちはわかる。まずはここを出なきゃ。じゃないと、姉子の犠牲が無駄になっちまう。わかってるさ、俺たちは生き残らなきゃいけない。姉子の仇を取るためにもな。騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。怒ったよ。私やりました。そう。頑張らなくっちゃ。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かよ。次は私の番。えい。ちっ、どうも。次のターゲットはドイツだ。そこだ。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はごちそうで。
下がれ、俺より王国軍はここを封鎖する。でも町に残っていた。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。ならぬ、下がれ。キャツらは民何人たりともここを出すわけにはい、隊長、ボートが押し寄せてきます。そうか、ならば来るがいい。命尽きるまで。ちっ、エビ隊かま、やっと起きたか。よく寝るやつだにゃ。失礼なやつだにゃ。苦労して混沌の海から救ってやったのに。聞きたいことがあるなら早く聞くにゃ。もうすぐ昼寝の時間だにゃ。混沌の海は時間と空間の果て、運命が交わる場所だにゃ。と言っても、今すぐ理解するのは難しいだろうにゃ。自分の胸に聞いてみるにゃ。君の願いのおかげで混沌の海で君を見つけられたんだにゃ。で、まだその願いを覚えているかにゃ。大きく出たにゃ人間。あれを見なさい。あれは道しるべ、君の願いが叶えられるよう導いてくれるものだにゃ。ほほー、適応が早いとはいえ、
やれやれ、もう一回。少なくとも信頼できる仲間たちが必要だにゃ。もし思い悩んで迷ったら、あれ、あなたは、あの時の、私たちは確か、縄文で、え、ここって、まさか天国？わかるわ！初めてにしてはなかなかやるじゃないか。僕の猫ちゃんは喋れるんですね。いや、天国よりも楽園と呼んでほしいにゃ。ま、それはともかく。あの道しるべまで行けば、みんなを助けられるんですか？端的に言うとその通りだにゃ。しかし簡単ではにゃい。何せ混沌。あなたを信じます。みんなを助けられるならどんなに小さ、よーし、それじゃ面倒な説出発だにゃ。
まだやれます。君の毎日の働き、我が輩はちゃんと覚えているんだにゃ。簡単な海からお宝を引き上げるのは大変だったにゃ。しかもこんなに良心的な価格、他にはにゃいぞ。次は私の番。そうね。
私に任せて。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。やっぱり努力努力。
次は私の番。怒ったよ。私やりました。そうね、私やりました。怒ったよ、もっと頑張らなくっちゃ。そうね。あ、ごめん。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。私に任せて。いいですよ。次は私の番。いいですよ。
次は私の番。了解。次は私の番。私に任せて。
みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。次は私の番。いいですよ。次は私の番。
了解。次は私の番。
任せて。そうね、私やりました。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。
我が輩に。人間は楽園に来たばかりの頃、君が。それにゃ。その願いを。よっ。よっ。にゃん。ここのはずにゃんだけど。とにかく今い。愚者は混沌の海を渡り、そして黙示録は。黙示録にはそのように記されてるにゃ。愚者の旅は始まったとはいえ、我が輩が守ってきた世界も君。あの世界に戻って運命の輪の力を。我が輩はただの留守番にゃ。あっちに行った後のことは君の仕事。文句でもあるのかにゃ。我が輩の居場所はこの楽園にゃ。もう一回行ってみるに。